私はデザイナーの明美さんに頼まれて紫陽花交差点方面にやってきた。ここに来ると弥生さんのことが思い出される。元気かしら。
シェフの料理は最高だ。素敵なお店、素敵なクリスマスだわ。こうしてごちそうが食べられてよかった。いいワインを揃えているわね。
店だな。ずっと美味しいものが食べられなかったから格別だ。美味しいね。いくらでも食べられちゃう。泉シェフ、また腕を上げたようだな。素敵なクリスマスだよ。料理の魔術師よね。俺はたまらない。最高だ。美味しい。美味しいね。いくらでも食べられちゃう。美味しいものが食べられなかったから格別だ。
だと美味しいものが食べられなかったから。
店を出たところで声をかけられた。声がした方を見ると男性が立っていた。彼は私に朝顔交差点はこの辺りかと尋ねてきた。私は、ここをまっすぐ行くと朝顔交差点よ、と本当のことを伝えた。彼は礼を言って朝顔交差点の方へと歩いていった。柿津端大通りに行けばひろこに会えるのかしら。今回はここまでね。柿津端大通りに行くのは日を改めよう。再びこの町を訪れてから数週間経った1月の上旬、
私は柿つばた大通りにやってきた。家出している女子高生ひろこを探しに来たんだったわ。確かエリからの手紙ではまだひろこは家に帰っていないとのこと。ひろこ、心配ね。昨年は大きな地震に見舞われ、この翡翠市も、そして私たちのベストラも窮地に陥った。そしてこの部屋からは誰もいなくなった。しかし中には私を信じて戻ってくれた者たちがいる。それが
今ここに集まっている君たちだ。そして今私たちはこうやって震災前以上に躍進しようとしている。この四半期の業績は過去最高のものとなった。これも震災による風評で取引を切られていく中でベストラを信じて戻ってきてくれた君たち一人一人のおかげだ。今年はベストラが今まで以上に発展する年にしたい。取引を切っていったやつらやここを見限っていった人間に分からせるんだ。私たちの志はいつ何時もくじかれることはないということを。共に進もう。乾杯！乾杯！さすが事務所社長だぞ。どこかで見かけた顔だな。確か震災の時にこの辺りでうろちょろしていたやつだな。どうだ、俺は復活してやったぞ。どん底から復活したんだ。俺の邪魔をするやつは弾き飛ばすまでだ。ちょっと君、霧島社長と話していたけど親しそうね。私こういうものなんだけど、週刊報道のライターをしている本田涼子よ。よろしくね。君、ここの従業員さん？部外者です。そうなの？部外者にしてはわざわざ君に声をかけていたようだけど。君も知っているかもしれないけど、レストラは7月の地震でデータセンターが破壊されたという噂が流れて、多くの取引先や金融機関が一斉に手を引き、資金繰りが悪化した。一時は従業員もいなくなり破綻したと言われていたのに、霧島社長が8月に突然アメリカ M 社との資本提携を発表した途端に信用不安が一掃されて業績も好転した。市場も好感してベストラ株は連日のストップ高。没落した人と言われた霧島社長も今や時の人。なんか引っかかるのよね。震災の危機から短期間で会社を救ったのは霧島社長の手腕でしょうけど、それにしては。
際が良すぎるわね。そうなのよ、手際が良すぎるのよ。この短期間で業績好転の裏には何かあるわね。そこで私は霧島社長のことを調べているの。霧島社長についてどんな細かいことでもいいから、情報が入ったら教えてほしいの。もちろん大きな情報をくれたらお礼は弾むわよ。あなたにまた会えるなら協力します。お願いね。
しぶり。無事だったのね。あれから一度も見かけなかったからちょっと心配していたのよ。この町も随分復興が進んでいるけれど、この通り以前の暮らしに戻ったとは言い難いわね。私は少しでもみんなを元気づけられるよう、友達のサキと一緒にこうして路上演奏を続けているの。ところであなた、前に私が話していたこと覚えてる？女性ばかりを襲っている二人組の話？そうよ。あの二人組、まだこの町にいるみたいなの。一人でいると危ないから、今は私も友達と演奏するようにしているのよ。さっきもこの通りを高校生ぐらいの女の子がうつむいて歩いていったの。ああいう子が一番心配だわ。あ、ごめんね。演奏を続けて。二人組について何か手がかりがあったら教えてね。
隣、いいですか？え、どうぞ。あなたのご両親が心配しているらしいわ。最悪、みんな心配しているふりをして内心どう思ってるんだか。言いたいことはそれだけ。用件が終わったなら早くどこかに行ってくれない？家に帰ろう。みんなが心配しているよ。心配？心配って言いながら、どうせみんな私を責めてるんでしょ。私は取り返しのつかないことをしてしまった。私が比嘉先生の命と未来を奪ってしまった。どうせ私のせいよ。比嘉先生があんなことになったのは私のせいよ。わかっているわ。だから放っておいて。
2月。私は再びこの町を、そして睡蓮公園を訪れた。それは弘子を探して家に帰らせるためよ。さあ行きましょう。
なた。荷物を届けてくれてありがとう。お礼ができなくて困っていたのよ。はい、これ。ところで、今日はどうしたの？山内ひろ子という女子高生を探しています。女子高生、そうね、うちの店にもよく高校生はやってくるけど、名前までは。あ、そうだわ、あざみ駅の方に行ってみたらどう？あざみ駅は川崎県で一番若者が集まる駅よ。きっとひろ子さんも見つかるんじゃないかしら。あざみ駅は水田交差点を西側に進んだ先よ。それじゃあ私は仕事に戻るわね。またね。本日は私ども株式会社ベストラと海外大手 M 社の会見にお集まりいただきありがとうございます。この度ベストラと M 社との間で資本提携の話がまとまりましたことをご報告いたします。ベストラは300億円の第三者割当増資を行い、 M 社にはそれを引き受けていただく。さらに当社の運営しているチャットサービスナルビーの権利を14億ドルで M 社に譲渡することにいたしました。今回の資本提携と業務譲渡によりベストラは約1800億円の資金を調達します。今回調達した資金で私たちは諸外国の企業に対し
私はあざみ駅のそばまでやってきた。ここにやってきた時点で私は地下にあった白き衣の貝のことが気になっていた。
Thank you.
帰りなさいませ、お嬢様。こちらへどうぞ。はーい。せっかくなので何か質問をしてみようかしら。いかがいたしましたか、お嬢様。名前はなんていうの？うずきうさぎです、お嬢様。好きな食べ物は何？ネズミタンオムライスです、お嬢様。好きな同性のタイプってどういう人かな？もちろんお嬢様のような方です。スリーサイズって教えてもらえるかな。内緒ですよ、お嬢様。将来の夢って何なの？もちろんお嬢様のメイドとして立派に務めを果たすことです。本日は何をお召し上がりになりますか、お嬢様。ドリンク M をお願いします。かしこまりました、お嬢様。こうしてメイドさんの一連のサービスは終わった。今日はあの嫌なお客さん来てないわね。ああ、あのお客さんね。メイド同士の会話が聞こえる。いつもベストラの社員だったことを自慢して嫌な感じよね。そうよ、桐島社長みたいな人なら私本気で尽くすのに。あのお客さんはきついわ。レストラを辞めてから仕事が見つからないらしいわよ。ゆかりちゃんが言ってたけど、あのお客さんこの店に来てない時はあざみ駅前の中堅パチ公の前で座ってるんですって。
私も聞いたわ。ウサ耳カチューシャをつけてバチコー前で座ってたって。気持ち悪い。行ってらっしゃいませ、お嬢様。Thank you.
Thank you.
you
Thank you.